どうもメンディーです。今回のムーブオンは2020年東京オリンピックに向けて刻々と変化を続けている石造りの街からお届けしたいと思います。まずはここ常盤橋から、スタートしたいと思います。この立派なデザイン、そして石造りの本当にね、今見てもこうモダンで素敵な私は建築物だと思っているんですけれども、なんと昭和元年、西暦でいう1925年にここに建てられた当時のままの姿で残されています。で、上は首都高が通っているんですけれども、やはり首都高っていうのも1964年の東京オリンピック際にですね、急ピッチで建築が進められた歴史的な、ハイウェイなわけになるんですけれども、それが今は、さらにこういった形で、補強工事に入っています。このね、川に面したハイウェイっていうのもなかなか独特で私は好きなんですけども、この昭和初期のモダンの建築物と高度、経済成長期のこの象徴ともいえる首都高がこう重なっている場所、そしてその首都高が今こうまた新しくお色直しをしようとしているっていう、まあしばらくこの機会を逃すと見れない2016年11月の光景になってます。このね、川の色がまたなんて言うんだろう、今日この衣装の色も実はこの革の色に合わせてチョイスしたんですけれども、決してね、水質が綺麗とは言えないんだけども、でももしかしたらこれから先、例えば環境改善の一環なんかで水質が急にもうそこまで見えるくらい澄んだ水に変わるかもしれないっていうことも、あと50年後もしくはもう私たちがいなくなった100年後とかにはこの川の色さえも幻になってるのかもしれないってふと思って、そう考えると本当にね、こう今が特別に感じられる、そんな気がしています。続いてはここ日本銀行、こちらは明治29年1896年に、建築された、もう100年以上この地からこの町を見守っている建物になります。日本に数ある重要文化財のうち、ここも貴重な資産として1970年代に重要文化財に指定されました。いろんなアーティストの方とかミュージシャンの方がこちらを背景に写真なんか撮られていたりするので、知ってる人は知ってるかもしれないけれども、この建物
日本銀行だったんだっていう人は案外多いかもしれない。そうなんです、ここで日本の経済が回っているわけでございます。いや、そう考えるとなんかこうね、ゾクゾクっとしてきます。で、今はですね、補修工事中ということで、こういうふうに白い、枠で囲われてしまって、近くからはね景色が見えないんですけれども、逆にこの景色自体がこの2016年の今、東京オリンピックに向けた今だからこそ、まあ、ただの、補修工事ということだけじゃなくて、これからの先の東京、日本に向けたなんかこうメイクアップをしている時期なんじゃないかなっていうふうに捉えられる気もするんですね。そう考えるとなんかこの白い、塀ですらなんかそういうまた新たな気持ちでっていう意味が込められているような、そんな気すらなんか勝手にだけどしてきます。いや、それにしても葉っぱもね色づいて秋ですね。で、この隙間から見える屋根の形や柱の形、やっぱり現代の建築物とはまた一味も二味も違って、すごく、レトロでだけど逆にフューチャーな感じがして、私はとっても好きです。そう、こっちに来るとですね、すっごいもう重要文化財に挟まれるんですよ。ここが日本銀行、そしてここが三井住友銀行、そしてこちらがね三越すごいでしょう。なかなかこういう景観もないよね。で、その周りには本当にもう、まあ今の2016年現在でのまあ新しい建物がこの建築物たちを見下ろしているといった、まさにそういうこれは構図なのではないかと思います。もうね、どれから紹介すればいいのか分かんないけど、ちょっと改めて日銀のこの後ろの方をまずは、100年以上も前にこういう建物が突然東京の街に現れ始めた時期っていうのは、江戸生まれ、江戸時代生まれの人たちはさぞかしびっくりしたでしょう。だって何も当たり前だけど、インターネットもなければテレビだってないし、海外の情報なんてほとんど入ってきませんからね、当時の一般の方たちには。すごいね、そう考えると価値観っていうのは随分変わってしまうものね、その時代背景によって。そして日本銀行のすぐ向かいに、こちら三井住友銀行、三井本館があります。ここは昭和4年1929年に建てられた建築物です。また、日銀、日本銀行と違って
この色合い、使っている石もきっと違うんでしょうけれども、そして建てられた時代も数十年、時差がありますから、その数十年の間のこのデザインの変化、まあもちろんその、元にしている、デザイン建築物だったり基礎にしているものが違えと、そういった、建物の、この形の違いなんかも、この時を経て未だに楽しんでいただける一つのねスポットなんじゃないかなと思ってます。ちょっとこっち渡ってみましょう。うわもうこのたまらないな。いやこう一つ一つのディテールがね、いや素晴らしいな。こう時々ね補修工事とかはもちろんこういった建築物は保つためには必要なんだけども、まあそれを抜きにしてもやっぱいいね、こう丁寧に丁寧に掘られていて、ああいう一つ一つのモチーフがまたなんかこうオリエンタルだね、こっちの建物っていうのは。ああそしてこっちのえ正面口にやってきましたが、なんかこう扉を割って開けたら向こうにその当時のというか、ここの建物が建った当時の人たちとなんか出会えそうな、そんな気がするな。町あたりはもう再開発が進んでいるから、向こうを見るとね本当に新しいビルがね、きっとこの建物からすればニョキニョキとタケノコのようにあっという間に完成したんでしょうね。それに比べてやはり昭和初期の建物、まあ建築ですから全て人の手で、今のきっと何倍も時間をかけて、でも丁寧にもう石一つにすごい思いが込められているっていうようなのがひしひしと伝わってきます。そしてここ目の前に三越の本館があります。うー、ここも重要文化財に指定されていますが、実はねもう間もなく、補修工事にこちらも入るので、この周りに、幕がかけられて、それが、剥がされる頃にはまんまこのまんまの姿形ではなくなっているかもしれないという、となると
今これはとても貴重な絵なのかな、わからないけど、でもね、これが貴重かどうかっていうのは未来になってみないとわかんないんだよね。まあ思う存分今を楽しみましょうということなのかしら。ここ三越本館は大正3年1914年にもともとの、建築物がここに建てられて、でその後ご存知のように、関東大震災によって一部焼失してしまうわけなんですけれども、でその後、また補修を重ねて現在の姿になったのは昭和10年1935年のことです。やっぱりこう時代によってね、耐震基準だとかそういったものは刻々変わっていくんだけども、でもまあこの建物なんかは実際にその震災を身をもって体験してるわけで、それを思うとなんかこう平和だとか無事だとかそういったことに対する人の思いなんかもこの石に刻み込まれているような気がして、そういったものはずっとこれから先も変わんないんじゃないかなって改めて今日気づくことができた、そんな気がしてます。いや実際に三越本館の中までやってまいりましたけれども、あそこにある真心像の、髪飾り、そして炎の先までのそのねリアリティといったらもう本当に今にも動き出しそうで、そして真心像が、設置してあるこの突き抜け部分、天井のスタンドグラス、そして装飾までとにかくディテールが素晴らしいです。とてもオリエンタルなんだけども、どこの国にいるのかわからない、そしてここがどこの時代なのかも錯覚してしまうような、そんな不思議な時間の流れと空気感がここのをもう渦巻いてます。わあすごい。いやー、東京市道路原表、ここから日本の全国に向けて道路が広がっていっているという、まあ電車でいうところの始発駅のようなそういうスポットですが、気に留めないと本当にスルーしてしまう、車で通り過ぎることはあってもやっぱり自分の足で歩いてこういう場所を確認することはね大事だね。ここが日本の道路の起点ということを考えると、私が今まで例えばそうライブやツアーなんかで旅をした街につながっていると思うと、なんだかがすごく不思議な、こう自分の張った雲の巣の中心にいるまるで雲のようなそんな気持ちになります。そして今日の私の終着地点、日本橋です。ここは明治44年1911年に
今のこの形の日本橋が完成して、その頃まだこの辺りは魚町だったそうです。それを考えると本当たった100年ちょっとの間に町の役割や景観ってこんなにも様変わりするんだなって思うと不思議で仕方がありません。それにしてもすごい石からパワーがみなぎるようなそんなスポットです。いやすごい、もうねこの街灯が首都高ギリギリなの。そういえば首都高速道路建設当時の話、やはりねこの日本橋の景観が損なわれるということで、こういう形で首都高を建設することに反対の声があったのも事実です。今となってはもうこの景色が当たり前のように感じてしまうけれども、こう辿ってみるとそういう逸話が意外と残されていたりして、もしかしたら気づかないだけでいつも通り過ぎているような場所にもそういうドラマが眠っているのかもしれない。そしてね、この日本橋に残されているこの黄ばんだ場所、そしてこの焦げついたような跡というのは、実は第二次世界大戦の時に放たれた焼夷弾の跡なんだそうです。そんな場所の上をこうやって歩いていられるっていうことは、まあそう、私の、まあ、家族祖先がこうご先祖様が無事に生きて、そしてその子孫を残していって今があるということなので、本当にねどういうタイミングでどういう形で運命って決まってしまうものなんだろうって、こうなんとなくこうすごい胸がいっぱいになります。まあそれと同時にこうもう今この瞬間から新しい活力が湧いてくるような、そういういろんな気持ちがこう溢れてきます。今回のムーブオンは東京のど真ん中にある石造りの歴史的な建築物を巡ってきたわけなんですけれども、実際に巡ってみて感じたこと、それはまあこれらの建物がこの地に建てられてから100年前後、きっと時代の流れも刻々と変わっていったかもしれないけれども、それでも変わらない人に必要な何かぬくもりのようなものが感じ取ることができたような、そんな旅でした。そのぬくもりが一体どういうものなのか、ぜひ皆さんも今日私が巡ったスポットをその足で
拭っていただいて感じ取っていただければ幸いです。それではメンディーでした。委ねたあの日の自分そのものだ。